ヨーロッパサッカーへの挑戦の地に田中トム選手が選んだ街はフィンランドの首都ヘルシンキです。こっちですか。今日は、意外と暖かいです。風は冷たいですけど。田中選手は新潟市出身の27歳。昨シーズン限りでアルビレックス新潟を退団し、海外に渡りフィンランドでプレーすることを決めました。今月9日、田中選手は現地で HJK ヘルシンキと正式に契約しました。早速地元メディアの取材を受けるなど注目を集めています。まずはリーグでしっかり慣れて、チャンピオンズリーグに上切るように。HJK ヘルシンキはフィンランド1部リーグで優勝27回を誇る強豪チーム。ヨーロッパ各国の強豪チームが競うチャンピオンズリーグ出場のチャンスもあるチームです。全部スポンサーの VIP 席、VIP ルース中入ると席があって、部屋で、部屋から見れる。極寒の街ヘルシンキのピッチは凍っていて、まだプレーはできません。しかし田中選手はすでに室内で行われたカップ戦で公式戦初出場、初ゴールを挙げチーム内の存在感を増しています。フィンランド1部リーグは4月12日に開幕します。レギュラー取り、そして憧れのヨーロッパチャンピオンズリーグへ、田中アトム選手の新しい挑戦が始まっています。